ルーは何より電車が好きだった。何あれ気持ち悪い。うわ汚い。どうしたの。汚いよルー。ルーと過ごす時間は私に新しい世界を与えてくれた。私たちは秘密の場所を見つけた。息子の光一郎は今遠くへ行ってるけどきっと帰ってくるんだよ。お孫さん。お友達です。犬はねどんなに長生きしても10年とか15年とかそれくらいしか生きられないんだ。ルーは死んでなんかいない。絶対会えるんだ。あなたは奇跡を信じますか。信じたいね。それって私と同じ。約束した。駅で会おうって。駅で会う約束ってどういうこと。伏せさん待って。駅までの道を教えて。